はい、皆さんこんにちは、マサでーす。はい、今回はまたいろいろ買い物してきました。で、見ていただいている通り、これエメラルダスですね。うん、これもお安く売ってたので鏡像みたいなタイプなんですけどもね。うん、僕はエメラルダスっていうのは結構好きで、ちょっと顔に傷もあるんですけどね。こういうちょっとダークな感じの女性も好きなんで、これも結構ね、お安く、200円だかな。これはまあ、なんのおまけかなんかわからないですけど、安く売ってたので買ってきました。エメラルダスはね、まだいつもの、ちょっとしばらくの間、この辺にも飾っておきたいと思います。よいしょ。ということで、まあ、それも買ってきたんですけど、主にメインに買ってきたのは、こちら。はい。スターウォーズ好きな方ならわかると思いますけども、僕もはっきり言って、スターウォーズあんまり、まあ、見たことないんですけども、なんか、このキャラがちょっと気になってね、買ってきましたっていうか、フィギュアですね。このスターウォーズ。ちょっと。上にしています。スターウォーズのね、このキャラなんですけど、フィンっていうね、黒人のキャラなんですけども、これはね、僕がいつも行くブックオフっていうかね、とこでね、お安く売ってたんですけども、まあナンバー1って書いて、まあ後ろはこんな感じでね、フィンのちょっと英語に書いて、僕には読めませんけども、フィンの6インチのフィギュアですね。そして横はこんなんで、上はこんなんで、で正面はまあ普通にこう稼働、結構稼働するようなね、フィギュアだと思います。っていうかね、最近ちょっとね、こういう戦闘系というかね、戦う人間系のフィギュアとかもね、結構集めてるっていうか、こういうキャラクター系とかもね、結構あるんですけども、だいたい気に入ってるところのやつは、こちらはガンプラですけどもね、だいたいこの辺に並べてるんですけども、まあ、後ろにもいろんなコーナー自分で作って、フィギュアとか並べてるんですけども、今回はこのスターウォーズっていうの、このフィンを買ってきました。ちょっと開けてみたいと思いまーす。っていうかね、ダース・ベイダーとかね、あと、他いろんなの持ってるんですけどもね、それは結構ちっちゃくてね、ちょっとハサミがないな。よいしょ、ちょっと開けてみたいと思います。よいしょ。結構ね、スター・ウォーズって、あんまり僕はあんまり詳しくないんですけども、このフィギュアはね、これ、結構ね、ポイントもね、あってね、結構これ、500円くらいで手に入ったんですよね。500円ならこれ、買いかなと思ってね、バキバキうるさいですけども。よいしょ。これね、慎重に取らんなんね、これ。たまにまた、バキって乱暴にやってしまったら、やってしまおうから。よいしょ。ブリスターからちょっと出しますね、こっちに。なかなかカメラ見ながらやるの難しいですね。よいしょ。よいしょ。出てきました。はい。これがフィンのフィギュアでーす。っていうかね、結構6インチっていうだけにあって、まあ結構存在感がありますね。結構勇ましい感じの顔をしてまーす。はい。ちょっとフィンさん、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。よいしょ。あ、倒れてしまいましたけども、はい。可動を見てみたいと思いますけども、まあ、可動はね、普通にこう、首動いて、肩もね、両肩動きまーす。これ、銃はこれは、まあ、取り外しできるのかな？あんまり、一応できそうな感じですけどもね、あんまり、強引にしたくはないので、壊れたらね、これ、まあ、これ肘が曲がるのはね、これ、良さそうですね、これね。あとは、この、股関節と、膝と、足首もね、結構動きます。
これで上着は脱がされへんのかな。うん、そしてあっ この胴体も動きますね。うん、顔は似てんのかどうか、うん、ちょっとこっちの方がちょっと、不愛想な顔してますけどもね。実際の映画のあれは結構まあイケメン系な感じの俳優さんなんですけども、ちょっと怒り顔のフィンさんが、なんとなくね、一つ売れ残ってたからね、なんか他の人気のキャラクターっていうかね、あ、取れましたね、うまいこと。ダース・ベイダーとかね、いろんな、あんまり詳しくないんですけども、それはいろんなね、チューバッカーとかね、売れてたんですけど、これだけ一つ売れ残ったからね、なんかちょっと持って帰ってあげようかなと思ってね、ちょうど僕こういうのを今集めてるようなあれなんでね、これも脱がされる、脱げる感じですかね、これは脱げるのか脱げないのか、脱げたらもうね、これ袖がこれが変な感じになりますけどね、これノースリーブみたいになったらあれなんですけど、ここは服着てるような感じですからね、脱がない方がいいような気がします。これもね、またちょっと仲間に入れてね、いろいろ遊んでいきたいと思いまーす。とかね、今なんか映画でもね、オビワンの映画をしてる、映画じゃないね、ドラマしてるみたいですけどもね、それもまあ僕は見てませんけども、スターウォーズ好きな方ならね、見てると思いますけど、まあ僕はただ単に、まあちょっとこのキャラクターが気に入ったので、お安かったっていうので買ってきました。はい。結構いいキャラですね。ということで、今回は、あんまり興味はないけども、なぜか買ってきたという、このスター・ウォーズのフィギュアの紹介でした。はい、上向いてください。それでは、今回はフィンさんバイバイでお別れしたいと思います。はい、結構稼働しますね。はい、皆さん。また次の動画でお会いしたいと思いまーす。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。今回はフィンさんバイバイでお別れしたいと思いまーす。ちょっとフィンさんって言うてるけど、ほんまフィンさんで会うてんのかな。これはフィンですね。ほらね、結構これがイケメンな感じなんですけどね、こっちはちょっととぼけた感じになってますけども、ということで今回はこの辺でお別れしたいと思いまーす。フィンでした。マサでした。まあよかったらまた遊びに来てください。はい、それではまた皆さん、さようなら、バイバーイ。